ババさんだね。やっぱり。あ、そうか。その様子じゃハルカちゃんの狙撃はやめてくれたようだね。何のことだ。カメラ置いてってんじゃねえよ。あ、ちゃんと持って帰れっつってんだよ。ここは普段いろんなチームのスコアラーが必死になって相手チームのサイン盗んでる場所なんだよ。そんな場所にカメラ置いてったら迷惑だろうが。何なんだお前。確かにサイン等は汚いことかもしれないけど、みんな必死なんだよ裏方ってのは。あんたこの事件の裏方なんだろ。だったら証拠になるようなもん現場に残すようなことすんじゃねえ。俺はそういうプロ意識の低いやつが大嫌いなんだ。何わけのわかんないこと言ってんださっきから。あの子を撃つのをやめたまでは認めてやる。だが今この場から逃げるのは正義でも何でもねえ。そういうのただの現実逃避って言うんだよ。裏方なら裏方らしく最後までてめえのやったことに責任持て。責任？ああそうだ、ちった痛い目に遭えって言ってんだよ。なんだと。あんたにはこれまでやってきたことの責任をしっかり取ってもらう。そうしねえとあんたを信じて待ってる人間が悲しむだけだからな。誰なんだそいつは。殴った後に教えてやる。おめえみてえなガキには言葉で説明しても伝わらねえだろうからな。偉そうな口聞くんじゃねえ。
ちぇな。全然見えねえや。夢の舞台なんて言ったのは、客席から見ればこんなもんだってことか。俺もあんなんだったのかな。なんでもっと早く、もっと早くに冴島さんに会えなかったんだろう。ババ あんた冴島さんの仲間なんだろう。だったら伝えてくれ。踊れなくてすいません。やめろ、やめるんだ。おい、ババちゃん。どうしてみんな。何やってんだババ、自分から命捨てるバカがあるか。大島さん、よかった。超法規的措置使ってまで東京に来た甲斐がありましたね、小坂さん。ああ。どういうこと？あの刑務所の騒動からしばらくして、お前ら二人が月見野にいるとき、冴島さんから高坂さんに連絡があったんだよ。連絡？ああ。馬場を救い出してやってほしいってな。俺を？冴島さん気づいていたみたいなんだ。馬場ちゃんが誰かの指示で動かされた人間だったって。冴島さんからの伝言だ。網走で待つ、兄弟一緒に同じ罪を償おうってな。帰ろう、ババ。お前には待っている人間がいるんだ。あいついいな、戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、品田。高杉さん急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、
金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういやミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000円でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい品田。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい品田、お前ちゃんと聞いてんのかよ。おいおい品田、おい品田、おいおい品田、おい。なんだこいつ、まさか失敗したのか。クソ、こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ、黒沢。堂島、お前。さすがにここまで長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。え、ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当に。いいからここで待ってな。ほんと、タバコやめとくんだったな。こんなんだったら
そういや、冴島さんと品田、どうなってますかね。負けを。お前らの負けだ、道島。何を言ってるんだ、この後に及んで。時間切れなんだよ、もう。まあ、お前の言った通りだ。もう俺の体は限界だ。それじゃあお前、まさか。そう、あの話は本当だったんだ。俺は本当に末期のガンだったんだよ。親父、そんな体でどうしてこんなことを。どうしてもこの目で見たかったんだ。俺が築き上げた力のすべてをあいつが引き継ぐ瞬間をな。